高校時代に戦ってらしいです。明桜校に投げ勝った2年生エース。どうも、博士です。聖鵬、今村勤、荒牧東、菊池雄星の投球に沸いた2009年選抜。しかし、2回戦でその2人に勝るとも劣らない投手戦が展開されていました。PL 学園 VS 南陽工業、PLS 左腕中野と2年生の菅野、吉川。一方、南陽工業は、背番号10ながらエース級の働きを見せた2年生岩本。試合は両同士の投げ合い。中でも中野は、3クォーター気味から、腕のいいまっすぐとスライダーでヒットすら許さない投球。南陽工業岩本も落ち着いたピッチングでピンチを背負うもゼロを刻んできます。中野は結局9回ノーヒットピッチング。しかし岩本も負けじと9回裏のサヨナラのピンチもしのぎ0対0で9回終了。そしてついに均衡が敗れます。10回表の南陽工業の攻撃、2番竹重がついに初ヒット。その後5、6、7番が連打連打、2点を奪います。その裏 PL も意地を見せ、5番大月のタイムリーで1点を返し、2アウト1、3塁と追い込みますが、最後は6番藤本がセンターフライでゲームセット。デバフを覆し、よく岩本が投げ切ったといったところでしょう。選抜初となる9回ノーヒットに抑えながら敗退してしまった中野投手。そして PL 学園、結局 PL 学園は9部もあり、これが最後の選抜の試合となりました。 PL のユニフォーム見たいんですけどね。ではまた見たい対戦ありましたらコメントのお願いします。